はい、こんにちは、坂です。今日はね、第2回、ベネッセ駿台期日模試の Y の3番、微分法、積分法のところをやっていきたいと思います。まずね、括弧1番が L の方程式を A で表せってことで、まず接性の方程式を確認しましょう。今ね、fx っていうのが、まあ、2次関数あって x2 乗の前がこれ A って書いておくとプラスだね、プラスプラスだから下に凸、下に凸の2次曲線があって、今ね、A、これ A ね、 A は分かんない、場所分かんない、適当に書いた A が 1F1 なんだって。そこにおける接線ね、接線の公式はどのようなになっていたかというと、これね、 y=fx の AA にお ける接線っていうのは y=f1 かな、 f1=f' 微分してね、微分してこの x 座標を入れてあげる、括弧 x-1 っていうのが接線の方程式の公式ね。じゃあ解答いきましょう。ではね、今ね、 A における接線だから、はい、これでいいかな。まず接線 L ね、ここにおける接線 L っていうのはこれでいいかな、 y-f1=f'1 括弧 x-1 だね。で、 f1 から求めていこう。ここで、はい、f1 っていうのが x が1になってるとこだから、まあ、この x に1入れてあげて、はい、-3a だね。うん、次に f'1 ってあるけど、これを微分しちゃダメだよ、これを微分しちゃダメだよ。 f'1 の出し方っていうのは、まずは fx を微分してあげて、はい、まずはこれを微分しましょう。2を前に出して x が取れて、これが微分した式だね。で、今ね、 f' の1が欲しいね。なので、この式に1を代入してはい、こうなるね。あとはこの f1 をここに入れてあげて、 f'1 をここに入れてあげれば、はい、いいかな。代入しただけね、代入しただけ。-3a をここに代入して、-2a をここに代入しただけ。あと計算して、はい、できました。 y=-2ax-a。 次、括弧2。はい、じゃあね、括弧2番いきましょうか。まあ、ちょっと暗くなったでしょうん、ちょっとね、教室の場所、あの移動したらちょっと暗くなっちゃったんだけど、あの、じゃあ括弧2番いきますよ。あの、 C 上に点 P があり、点 P ってのは、まあ、あの、分かんないんで、どこか分かんない。さっきやったの点 A ね、 A の接線をやったので、点 P は次別の点ね。点 P における接線は AB に平行でありって感じで、まあ、A は分かってるけど B はどこって話になって、まあ、B ここに書いてあるね、 C と X 軸の交点のうち O でない方を B とするって書いてて、 C ってさ、 C ってこれね、 y=fx だから、これね、はい、これが C だ、これが C、ね、これが C で、で、 X 軸って何って、 X 軸ってこれ正式名称 y=0 ね。うん、だからこれの交点ってことは、これイコール0にするってことね。いいかな。 y=ax2-4ax、 y=0 のことが、それの交点ってことはイコールにすればいい。じゃあこれ因数分解できるね、 ax で因数分解してこうだよね。つまり x が0と4ってことがわかるじゃない。いいかな。0と4ってことは何が言いたいかって、 C が C の2次曲線が X 軸と0と4でぶつかるよってこと。いいかな。0と4でぶつかるよ。で、この O じゃない方、 O じゃない方がここが B ってこと。ちょっとまとめるよ、回答ね。はい、じゃあいいかな。はい、今ね、書いた考え方をそのまま書きました。C と X 軸の交点はだから、まず fx の式ね、イコール0にしてあげれば、0と4でぶつかります。で、O じゃない方が B なんだよね。だからここが B になるよね。じゃあ問題に戻るよ。ここさ、C 上に点 P があり、P における接線は AB に平行でね、
あれ A どこだったっけなって A A どこだったっけなって A はこれだよ 1F1 だから X 座標1ってことはここら辺でいいかな、ここら辺に A でいいかな、うん、ここら辺 A でいいかな、ここら辺が A です。 A AB に平行なんだって。点 P における接線は AB に平行、 P は C 乗だよ。 C 乗に点 P があって AB に平行なの。平行いいかな、 AB に平行になるようにだからこんな感じかな。これが点 P かな。点 P における接線でいいかな。ちなみにさっき出したね L っていうのはここだよ。 A における接線だからここだよ。これが A における接線。じゃあ問題進もう。 P を通り X 軸に垂直な直線を M と C って書いてんだけどいいかな。 P を通り X 軸に垂直な直線を M と C、 P を通り X 軸に垂直、はい、これが M だね。 M、これが M だね。つまり今求めたいのは C、L および M これ L だね。 C、C ってのはこれ二次曲線ね。二次曲線と黄色いやつと緑の直線で囲まれた部分、ここだねの面積を求めなさいって言ってるの。いいかな、求めなさい。あのさ、これ求め方っていうのはいいかな、積分で求めていくんだけど、上のもの引く下のもの、いいかな、上のものから下のものを引き算するから白いやつ引く黄色いやつで求められるんだけど、どちらももう分かってるね。関数は fx は分かってる、 L の式ももう括弧一番で求めたね、求めてる、だから分かってる。じゃあ何が分からないのって話なんだけど、これ A の場所分かってるね。 A は1から1からは分かってるけど、どこまでが分かってないよね。どこまでどこまでどこまでが分かってないから、この式が必要になるんだ。この式 P における接線ね、いいかな、 P における接線、 P における接線の求め方ね。接線で大事な呪文がある。接線、接線求めるときにはまずは接点がないと始まらないよ。接線は接点がないと始まらないから、まず接点を置こう。接点、今回は P だからね、 X 座標のことを文字と置こう。いいかな、ここで P カッコ SFS と置きましょう。 X 座標を文字としました。文字とすれば Y 座標はおのずと決まるね。いいかな、ここの部分がまさにこれだよ。接点がないと始まらないからこう置きました。接点があれば接線の方程式は出せるんだ。接線はいいかな、 P における接線の方程式、まあ、この赤いやつだね、赤い直線、赤い直線ってのは y-fs イコール f's x-s だね。まあこれを計算すれば分かるんだけど、今やりたいのは何かっていうとここね、はい、点 P における接線っていうのは AB に平行、このこれを使うよ。点 P における接線は AB に平行、平行ってことはどういうことが言える。平行ってことは、傾きが同じね。平行ってことは傾きが同じです。ちなみにこの赤い直線の傾きっていうのが F' の S だね。 F' の S 計算しておこうか、はい、F' の S っていうのが、まあ、F'F ね、 F を微分した式がこれです。 X のところがこれ S に変わってるから S を代入して 2AS-4A かな、はい、この赤い部分の赤い点 P における傾きと AB の傾きは一緒なんでね、 AB の傾き求めるよ。はい、いいかな。 A が今さ、これ 1F1 って書いてあるけど、さっき F1 計算したね。 X に1を代入してあげたら -3A だったね。1-3a と b ってのが40だね。40でこれの傾きっていうのはこれかな、 x の増加量分の 4-1 4-1 0-3 ね、引く引く3だから +3a、 つまりこれ3分の 3a なので a だね。 a いいかな、傾きがどちらも出ました。この p における接線の傾きがこれです。いいかな、AB の傾きがこれです。
で、今言いたいのは何って、平行ってことは傾きが同じ。つまりこれイコールこれだね。いいかな。同じだと、平行なので傾きが一緒です。あとはね、これ S イコールにしてあげて、はい、S がね、2分の5と分かります。はい、いいかな。ってことは、ここ S が2分の5ってことは、ここが2分の5だ、2分の5ってことは、この緑のね、ぶつかったところ、ここが2分の5だね。じゃあ、面積求めていくよ。 C、L および M だから、C のこの曲線と L のこの直線と M、 M ってのはこの緑のやつね。これで囲まれた部分だから、ここだね、ちょっと重なっちゃってるけど、ここの部分、ここの部分の面積を求めましょう。 S はインテグラルの1から2分の5まで、範囲が1から2分の5、 X の範囲が1から2分の5まで、上の直線が C だね。 C、 C っていうのはこれです。AX2 乗はマイナス 4X。 はい、引くことの上引く下ね、上引く下、上の部分、下は黄色だね、黄色、マイナス 2AX マイナス A。 はい、で DX でいいかな。これが面積の求め方だね。上引く下だよ、上引く下、上引く下でいいかな。ではちょっとこれをね、簡単に計算してあげれば、はい、こうなるね。ここの部分が計算されて、マイナスマイナスだからプラスで、マイナス 2AX でマイナスマイナスプラスで積分します。2だから3に変えて3分の 1x3 乗、マイナス2をつけてあげて2分の1前に出てくるから ax2 乗、プラス x をつけるだけ。はい、いいかな。で、ここの計算なんだけど、まあ、2分の5をまずバーッと代入して、引く1をバーッと代入するんだけど、まあ、係数がいろいろさ違うから、一気にこうやってやれないかな。3分の 1a で2分の5をまず代入してあげれば8分の125だね。で、すぐにマイナスで1を代入して1。いいかな。最初に2分の5をバーッと代入して、引くことの1をバーッと代入するよりも、2分の5を代入してすぐに引く1を代入した方が楽じゃないかな。同じようにいくよ。マイナス A カッコ、まずはね、2分の5を代入して引くことの次は1を代入して、1の2乗で1。はい、同じように。プラス A。まずは2分の5を代入して、引くことの1を代入して。うん、いいかな。まあ、こんな風に計算してみようよ。で、あとはね、これをちっちゃく計算していくよ。で、ここ約分できるね。3と117で39でいいかな。39。ちょっとまとめて書きます。全部8分のにしてあげて。8分の 9A とできるね。では次いきましょう。はい、じゃあね、最後ね、括弧3番いきましょうか。まあ、括弧1番の結果が L が分かったね。で、括弧2番の結果で S は8分の 9A が分かりました。で、最後ね、 A を通り、まあ、ここね、 A ね、 A を通ってL に垂直な直線を N とする新しい直線でできたね。うん、 A を通って L に垂直だからこんな感じかな。これが N だね。 N、
n っていうのが出てきて、まあ、c と n、次はね、cn、c と n と x イコールマイナス1なんだけど、x イコールマイナスってどこかっていうと、a がさ、これさ、1と f1 だったね。1f1 だったね。だからつまり、もっと左側だね。左側に x イコールマイナス1があるんだ。こんな感じかな。これが x イコールマイナス1。マイナス1は左側にある。で、これでね、囲まれた部分の面積、ここだね。c と n と c と n と緑の x イコールマイナス1で囲まれた部分の面積を求めなさいっていうところだね。なので、まず n の方程式を求めなきゃいけないね。n の方程式。ここでね、垂直ってあったね。垂直。さっきはね、平行だったら傾きが、そう、同じ。いいかな。じゃあ垂直。垂直だったらどうなるんだろう。垂直だったら、傾きかける傾きがマイナス1。いいかな。ではね、まずね、垂直っていう条件からね、n の傾きが分かるね。これ使うよ。そうだね、 L の傾きかける N の傾きがマイナス1ってことだから、まあ、L の傾きはこれだね、マイナス 2A、で N の傾き今分かんないね。はい、両辺をマイナス 2A で割ってあげれば2a 分の1。これが n の傾きだね。n っていうのがブルーのものです。ブルーの傾きが分かりました。いやな。l の傾きはね、黄色いやつね。はい。ではね、n の直線を求めましょう。n の直線。はい。いいかな。方程式の求め方ね。これ、1f1 だけど、f1 って、まあこれね、マイナス 3a ね。マイナス 3a。y 引くマイナス 3a イコール傾きね。傾きが今、2a 分の1。括弧 x 引く1ね。これ直線の方程式の求め方ね。これ y イコールにしてあげて、はい、ちょっとね、分かりづらい、まあ、分数とね、整数として計算できないけど、まあ、これが n の方程式です。いいかな、 n の方程式。じゃあ面積ね、求めるよ。今は t ね、 t ね、よっけ、 t イコールインテグラルの、インテグラルのまず範囲からいくよ。範囲ね、 x の範囲マイナス1から、マイナス1からどこまで行くのって、1までね、1まで行きます。上引く下するよ。上引く下、上にあるのが c、 つまりこれ ax 2乗マイナス 4x。はい、引くことの青いやつが下だね。下は青いやつ、青いやつ、これ 2a 分の1。いいかな。今ね、 x の部分と x の部分まとめました。マイナス 4a マイナス 2a 分の1。あとの部分はちょっと計算してもなんか汚そうだから、そのまま残してあります。じゃあこのままね、積分していくよ。はい、これでいいかな。x2 乗2だから3分の 1x3 乗、1だから2分の 1x2 乗、 x だから x つけただけだとね、1とマイナス1を入れていけばいいね。さっきと同じようにさ、係数邪魔になっちゃうから係数ごとで代入してみよう。はい、まず1代入して1の3乗だから1引くマイナス1の3乗はマイナス1。はい、次ね、x2 乗に1入れて、1引く
マイナス1の2乗は1だね。うん、だからこれなくなんないね、こうね。うん、続けるよ。はい、ここまで最後ね。 x に1だね。1引くマイナス1。はい、いいかな。じゃあ上行くよ。はい、いいかな。まあ、ここね、1引く引く1だから2になるね。後ろもそう、1引く引く1だから2になるね。で、真ん中がこれ、1引く1だから、すごい長い式だけど、なくなっちゃって0ね。あと計算してあげれば、5と5。6っていうのは3分の18だから3分の 20a。いいかな？プラス a 分の1。で、最後このヒント。t 分の s イコール8分の1やね。それを使いましょう。はい。まぁ、ちょっとそのまま代入してるよ。t っていうのがこれだ。いいかな？ t はこれ。はい、で、S っていうのはこれだね、8分の9円だね。でさ、なんでこんな書き方したんだろうね、これね。これ分かりづらいよね、分数分の分数でね。だからもう先にここで分数なくした方が楽だよね、これね。俺も代入してから気づいたんだけど、これなんかうまくないよね、これうまくない。ね、うまくないからさ、これまずさ、分数なくしちゃうよ。両辺に 8t かけて、8t かけて。うん、この方が良くない？ 8s イコール t かな。両辺に 8t かけて 8s イコール t にしてあげて、この s と t を代入しようよかな。 s っていうのが8分の 9a、 t っていうのがこれだね。で、そうしたらここ t になるからね、だからね、 9a イコールで、分数嫌だから両辺に 3a でいいかな。3a を全部にかけよう。 3a 全部にかけて、いいかな。両辺にね、これ分母嫌だからさ、3分のと a 分の a だから、まあ、3a かけちゃってさ、両辺に 3a かけて、ね、そうすれば 27a2 乗、こっちがね 20a2 乗プラス3だね。で、移行してあげて、まあ、7で割って、まあ、a2 乗取ってあげたらルートですね、ルートですね、有理化して7分のルート21。最後にね、 a が0より大きいね。できました。ちょっと文字で数字大変だったね、ちょっとね。まあ数字大変だったけど、そんな難しい内容じゃないし、まあ、基礎の基本のね、とこだからね、まあ、しっかり復習してね、ぜひね、できるようにしてほしい。邪魔か、できるようにしてほしいなと思います。まあ、途中でちょっとハプニングでね、教室を変えなきゃいけなくて、ちょっと暗い教室にね、今来てるわけなんだけど、うん、まあ、またね、Y4、Y5、Y6、まあ、Z2、Z3、Z4、うん、やっていこうと思うからね、まあ、続けてよかったらね、分かんないところ見てほしいなと思います。では、これで終わりにします。お疲れ様でした。